はい、皆さんこんにちは、星本です。今回ご紹介するアイテムがですね、こちらになっております。はい、ということでですね、こちらなんですけども、2020年の春にですね、発売された、ウルトラマンコラボ T シャツになっております。で、こちらですね、たまたま職場の人がですね、ユニクロに買い物に行くという話をしているのを、聞いてしまったので、すかさずですね、ちょっともしよかったら買ってきてもらえないでしょうかということで、ちょっとお願いしました。ちょっとちょうどですね、セール価格になっていたというのもありましたんで、なんとかですね、ちょっとゲットしたいなと思いながらですね、まあ心の中では多分もうないんじゃないかなということで、まああったらというので、まあなんか軽くちょっと見てきてくださいみたいな感じでお願いしたんですね。そしたら、一応ですね、あったのはあったんですけど、シャツの柄が私が狙ってたのが、ピグモンの、胸ポケットにピグモンがこういて風船が飛んでいるタイプの柄のものと、あとゼットンっていう怪獣と、あとウルトラマンがですね、一緒にこう映ってるようなこの柄の2枚を今回狙ってたんですよ。見てきてもらったところですね、そのうち1枚しかなかったというようなことで、まあもう1枚はもうなかったので、まあ、諦めたんですよ。でどちらがあったかというところで、今からちょっと袋から出していきたいと思います。さあ、どっちがあったかと言いますとですね、こちらです。はい、ウルトラマンとゼットンのはですね、こちらのですね、シャツがあったということなんで、こちらをですね、購入していただくことになりました。そもそもこれ動画見てる方がですね、多分こう思うんじゃないかと思うんですよ。いや、ユニクロぐらい自分で行けよと、そういうふうに思われる方いらっしゃると思うんですけども、私ですね、ものすごい田舎者でして、ものすごいお恥ずかしいお話なんですけど、家から、一番近いユニクロまで行くのがですね、おそらく1時間、往復で1時間半から1時間40分とかかかってしまうんですよ。もう本当にもうなんか、軽くもう、なんていうんですかね、ちょっとした遠出みたいになってしまうんで、いつもユニクロで購入するときは、まあ、何かのついでだったりですね、まあ、今回みたいに誰かにこうお願いしたりだとか、あとネット注文するっていうような方法をとっていたんですよ。ただネット注文だと1回で注文するのに5000円以上買わないと送料かかってしまうんで、まあ、今回ちょっとたまたま行くという方がいたんで、ちょっとお願いしたというような、そういう経緯になっております。それではですね、ちょっと商品を開けてですね、見ていきたいと思います。こんな感じですね。やっぱりですね、これ普通のですね、ウルトラマンのただこうプリントになってしまうとですね、なんかそこまでこう魅力を感じず、なんかちょっと子供っぽいみたいなイメージがあるんですけども、このですね、初代のウルトラマンがプリントされていてですね、なおかつこの雰囲気がですね、ちょっとこうレトロな感じの雰囲気ですね。この字体だとかこのデザインがですね、ちょっとこうレトロな感じがあって、すごく私は気に入ってるというような感じになっております。で、私自身ですね、そこまで普段キャラクターの T シャツって着ることが少ないんですよ。だからたまにはですね、ちょっとこういうキャラクターのですね、T シャツを着てもいいのかななんて思って、ついついちょっと買ってみたんですね。で、購入するきっかけなんですけども、私のですね、好きなですね、アメカジブランドの一つで、まあ、アメカジ好きの方だったら知ってる方もいらっしゃるのかと思うんですけど、ストゥディオ・ダルチザンというブランドが、まあ、最近同じくですね、ウルトラマンコラボの T シャツだったりとか、あとデニム関係ですね、販売してるんですよ。ただ、お値段が、ウルトラマンコラボの T シャツだとですね、大体まあ1万円弱ぐらいしてしまうので、まあ、ちょっと私のようなですね、貧乏サラリーマンは、まあ、ちょっとこう、ユニクロのですね、セール品を狙うっていうような感じが、まあ、身の丈に合ってるのかなっていうのと、あと、ちょっと1万円っていうのを出すっていう度胸がなかった。まあ、お金もないんですけど、なかったので、まあ、ちょっと今回私の収入に対しての、まあ、これぐらいでちょっと遊んでみようかなぐらいの感じで購入してみました。で、なんかこうアメカジのプリントティーってなんかこうイメージとしてなんですけど、まあバズ・リクソンとかでよく言うスヌーピーとかですね、なんかロードランナーとか、ああいった定番のプリントシャツだったら、なんかすごいこうアメカジっていう感じ、あれにデニム合わせるだけでなんかアメカジっていうような、そんな感じ、まあそれに足元コンバースとかね、ブーツとか合わせてるだけで、なんかもうそれでもアメカジみたいな感じだと思うんですけど、ただこの日本のアニメのプリントシャツってなんかもうほんとちょっと一歩間違えて
えてしまうと、なんかすごい、衣が着てるような感じになってしまったりだとか、サイズ感とかもちょっと間違えてしまうと、ちょっとこう、ダサい感じになってしまったりだとかですね、ちょっとこう、危険な部分もあるんですけど、その辺を用いてですね、私、まあ本来ものすごくメタボなんで、XL とか着てるんですけど、ちょっと今回は L サイズで、ジャストサイズで着てみたいと思って、今回この L サイズを購入してみました。で、このですね、デザインがですね、この、白黒っぽい感じで、白黒なんですけど、白黒で、まあ、影っぽいようなデザインになっておりまして、まあ、プラスアルファで、こう、アクセントに黄色だけ、一色だけ加えるというような、そういったシンプルな配色になっておりますので、まだこう、着やすいのかなっていうような感覚ですね。これに全部ウルトラマンの赤とかの配色が全部入ってしまうと、おそらく僕これ買ってないと思います。こういうちょっとこう配色なんかと地帯なんかも全部見た上でこれは着れると判断して、このアラサーのですね、私が今回買ってみたいと思います。で、ちょっとこうタグを今から見ていきたいと思うんですけど、まあ、これがですね、ウルトラマンのこの背景が真っ赤のですね、ウルトラマンが前にいるというこのタグがありまして、このウルトラマンシリーズとはっていうような、こんな感じちょっとしたこう説明書きみたいなのも書いております。で、本来これがですね、確か990円のお値段だと思うんですけど、これが今セール価格で790円ということでお安くなっておりまして、まあちょっとこう、遊びで着るには、私はまあ、これぐらいの金額だったら買ってもいいのかなということで、ちょっと買ってみたというような、そんな経緯があります。で、あとちなみにですね、他にもバリエーションがですね、このシリーズ以外にもあってですね、確か5、6種類ぐらいあったと思うんですよ。まあ、バルタン星人とかですね、ちょっと気になってネットで見てみたんですけど、白黒じゃなくてカラーだったんですよ。で、カラーになってくると多分あれ着てしまうと、アラサーで、しかも顔もそんなにまあ男前ではない私があれ着てしまうと、ちょっとこう、もともと白い目で見られてるタイプなので、もう本当に白じゃ透明ぐらいの目で見られるんじゃないかっていうですね、そういうちょっと懸念があったんで、今回はこの白一色で我慢してみました。はい。それではですね、ちょっとこう、着た感じどんな感じかっていう着用動画をですね、ご覧になっていただきたいんですけれども、その前に私のですね、スペックをお話ししておきますと、私が身長171センチで体重が75キロです。まあ、78とか行く時もあるんですけど、だいたい平均が75なんで75というような回答させてもらってます。で、ついでにとは言ってはなんなんですけども、ウルトラマンの身長って皆さんご存知ですか？ウルトラマンめちゃめちゃでかいと思うんですけど、正確にはなんか40メーターあるみたいですね。で、40メーターで、体重が35トンということで、どんだけ重たいねんと、めちゃくちゃ重たいなっていうような、そんな感じですね。で、この隣にいるのゼットンが、60メートル身長があるみたいなんですよ。で、人間っていう、1メーター違っただけでもうバケモンクラスで違うじゃないですか。僕175で2メーター75の人いたら多分相当びっくりすると思うんですけど、ウルトラマンって、このゼットンと20メートルも違うんですよね。まあ、それでよくこんな戦えるなということで、で、ゼットンが体重がなんか3万トンらしいんですよ。いやいや、おかしいだろっていう感じですよね。一歩踏むたびにですね、もう地球割れるんじゃないのかっていうような、そんな感じなんですけど、まあ、それはちょっと余談だったんで、じゃあそれでは早速着用動画をしていきたいと思います。よかったらご覧になってください。どうぞ。はい、私自身は結構アメカジが好きなタイプの人間ですので、ちょっとこう、カーゴパンツに合わせてみたりだとか、あとはちょっとこう、デニムに合わせてみたりだとかっていうような、ウルトラマンコーデをしていきたいと思います。あと、ちょっとこう、ヒッコリなんかもですね、下に合わせてみたりすると、私は結構好きなコーデになるので、ちょっとそういったですね、コーデをしていっております。
はい、なぜかテンション上がりすぎましてウルトラマン T シャツに着替えているんですけども、はい、ということでですね、皆さん最後までご視聴いただきましてありがとうございます。私のようなですね、このアラサーのおこがましい動画をですね、最後まで見ていただきまして本当にありがとうございます。私はですね、彼女なし、学歴なし、ですね、本当にもう収入も低いですし、もう失うものはほとんどないというような状況ですので、まあ、このようなですね、動画の工事の最中でウルトラマンのポーズをしたりですね、本当に友達もいないので一人でこうやって動画撮影をしているわけなんですけども、今後ともですね、こんなタイプの人間なんですが応援していただけますと嬉しく思います。どうぞよろしくお願いします。それでは皆様、またお会いできたら嬉しいです。それではバイバイ。なんでワンテンポずらしたんやろな。